人吉駅。人吉駅は、熊本県人吉市中、青井町にある、九州旅客鉄道、JR 九州の駅である。楽茶リ設置駅。熊川鉄道との共同使用駅であるが、同社の駅は、人吉温泉駅と称する。命名権による、副名称が付され、上白文化の森人吉温泉駅、新城文化の森人吉温泉駅と称している。 熊本県南東地域の主要都市である、人吉市の代表駅であり、全列車が停車する。JR 九州の必殺線と、熊川鉄道の湯前線の二路線が乗り入れており、湯前線は当駅が起点である。かつては、湯前線も日本国有鉄道、国鉄 JR 九州が管轄していたが1989年、平成元年に熊川鉄道に経営管されて、当駅は、 JR 九州と熊川鉄道の共同使用駅となった。熊川鉄道の駅は SL 人吉の運転開始に伴い2009年平成21年4月1日に人吉温泉駅に改称された。被殺線の運行上の拠点となる駅でほとんどの列車が当駅を始発終着としている。平成28年3月26日に行われたダイヤ改正で 伊佐ブロ1号、新兵4号及び上下普通列車各1本が、吉松八代駅、熊本駅間で直通運転を行うようになり、当駅が途中駅となる列車も存在する。八代方面は、特急列車が運行されるなど、比較的本数が多いが、宮崎県、鹿児島県との県境の山間部を通る、 当駅吉松駅間は、観光列車、伊三郎、新兵を含めて1日3往復のみの運転である。湯前線の列車は国鉄、JR 九州時代、第3セクター化後の初期には、八代方面との直通運転があったが、現在は全て当たり駅湯前駅間のみの運行となっている。かつては特急、を、おど、急行、えびの、熊川、近年も特急、 熊川、九州横断特急など様々な優等列車が、当駅に停車していたが、2016年3月26日ダイヤ改正で、優等列車がすべて廃止され、快速列車と普通列車のみの停車駅となった。その後、2017年春頃より、新しい観光特急列車、川瀬宮瀬美が、熊本駅当駅で運行されている。さらに2018年3月17日の、 ダイヤ改正で、鹿児島本線直通の快速列車が廃止され、被殺線の運行本数の見直しや、時刻の繰り上げ繰り下げが行われた。ただし、朝の普通列車1本は、終点の八代駅で列車番号を切り替えて、快速列車となる。駅本屋に直結した短式ホーム1面1線と、島式ホーム2面4線の、3面5線のホームを有する地上駅。 JR 九州は駅本屋寄りの2面3線を使用し、熊川鉄道は駅本屋から最も遠い1面2線を使う。各ホーム間の移動には従来から古線橋が使用されてきたが、古線橋の老朽化とバリアフリー化のため、2013年に古線橋を閉鎖した上で、古線橋の手前に新たに構内踏切を設置した。熊川鉄道へは新設した。 校内踏切で連絡しているほか、駅横から直接ホームに入場可能な古線橋を兼ねた自由通路が利用できる。八代側に車両基地があり、日本国内で現役唯一の石像車庫、旧人吉機関区、更新の人吉鉄道事業部は2005年、平成17年3月に、熊本鉄道事業部へ、統合があり、現在も車両停泊や、 SL 人吉や普通列車の清掃、給油、洗浄、留置などの役割を果たしている。なお車両停泊については2016年3月まで、キハ185系2から3両編成が夜間に入庫していたが、特急列車の運行見直しにより、定期列車の期間庫内での車両停泊の設定はなく、1番、乗り場に普通列車1両編成1本が停泊する。 2018年3月のダイヤ改正までは普通列車2本が重列停車していた。車両基地内へ入庫する際には一旦八代駅方の引き上線に入線し折り返して入庫する。引き上線が4両分の長さしかないため5両編成以上の車両は直接入庫できない。車両基地にはたくさんの線路が敷かれているが、 現在使用されているのはその中のごく一部となっている。なお、ホームには、かつての特急、お、およどの豪車案内が残っている。JR 九州の駅は、直営駅で、緑の窓口が設置されている。なお、被殺線で、奇襲店の八代駅、早戸駅を除けば、出海殺業務も直営で行う直営駅は当駅、のみである。紀州店を含めると、早戸駅も、 直営駅。また、自動券売機が1台設置されている。JR 九州の駅本屋には、待合室、キオスク、観光案内所が設置されている。駅本屋東側には熊川鉄道乗り場、駅裏手つながる自由通路と熊鉄ゲストハウスが設置されている。熊川鉄道は、ホーム上に自動券売機1台と窓口が設置されている。駅に設置された、 自動販売機の一部は IC カードに対応している。八代駅方面からの列車は1番乗り場と3番乗り場に入線が可能で、吉松駅方面へは2番乗り場及び3番乗り場から出発が可能。また、吉松駅方面からの列車は1番乗り場と2番乗り場に入線が可能で、八代駅方面へは1の3番乗り場すべてから出発できる。 湯の前方面へは3の5番乗り場から出発が可能になっている。近年、吉松駅方面から、人吉駅を直通し、八代駅方面へ向かう列車が設定されていなかったため、吉松駅方面から、人吉駅1番乗り場へ入線する列車は、定期列車では存在しなかったが、平成28年3月のダイヤ改正より、吉松駅から八代駅への直通列車が、 運転されるようになり、吉松駅方から直接一番乗り場へと乗り入れる列車が復活している。人吉駅弁山口という業者が調整、販売している。全国的にも珍しくなった駅弁の立ち売りが行われている特急観光列車停車時のみ。主な駅弁は下記の通り。人吉市街地の中央に位置し、背後には村山大地が広がる。 駅前には、熊本県道188号線が、駅正面にから、まっすぐに伸びている。この県道は、途中に市道を挟んだ後に、鹿児島県伊佐市方面への国道267号に、つながり、国道219号線と接続する。駅南側に熊川が流れており、南東側に、中心市街地である9日町が、駅南西側に、国宝の、青屋祖神社がある。 駅前には、城の形をしたカラクリ時計があり、ホテルや土産物店が軒を連ねる。また、駅西側には、ロータリーと三考バスと、へのリアイバスの人吉駅前バス停があり、その奥に駐輪場や有料駐車場がある。SL 人吉運行開始に伴い駅前の整備が行われ、カラクリ時計の移動や、駅西側への駐車場の移設が行われた。また、 駅西側の有料駐車場奥に、人吉鉄道ミュージアムマゼウカ、モゾカステーション868が2015年5月30日にオープンした。施設は、木造2階建てで駅を結ぶミニトレインが設置されている。屋上からは、人吉駅や人吉機関庫が一望できる。駅資金、北側、駅資金、南側から熊川まで、熊川から南側。 参考バス、人吉市予約型乗り合いタクシー、事前予約制、いずれも、人吉スターレーン発着。山へ乗り合いバス、丸岡号、事前予約制。開業時の地名、熊群人吉町が由来。周辺に、日当たりの良い盆地が多く、古くは、日、人吉と読まれていたものが、人吉に転化した。線の特急、新平川蝉山蝉 臨時快速、SL 人吉の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。なお、伊佐ブロ新平は当駅から、大畑方は普通列車扱いとなり、川瀬美、山瀬美、SL 人吉は当駅発着となる。当駅は、アニメ、夏目友人町の舞台としても知られ、駅本屋や熊川鉄道の車両等が、アニメ内で再現されている。 また観光案内所内には、人吉、熊地方に点在する、夏目友人町部隊の田んぼを、まや、グッズポスターなどが置かれている。グッズポスターは非売品だが、グッズ販売店や、UFO キャッチャーなどの情報もある。このほか、被殺船内では、八代駅、瀬戸石駅や大畑駅も、舞台となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。